こんにちは。ヒカルの語英語バージョン第2巻の中から英語を紹介しますね。183ページです。クラムスクール、学習塾、もしくは予備校っていう意味があります。このクラムっていうのは動詞では詰め込む、詰め込み主義で教える、勉強させるっていう意味があります。